カルボキシメチルセルロースは、セルロースの誘導体であり、セルロースの骨格を構成するグルコピラノースモノマーの、ヒドロキシ元の一部にカルボキシメチル元を結合させた、ものである。カルマイズなどがある。CMC はアルカリを触媒とする、セルロースとクロロサク酸の反応により合成される。極性のカルボキシル元がセルロースを可用化し、化学的に反応しやすくする。 CMC の機能的性質は、セルロース構造の痴漢の度合い、すなわちどの程度のヒドロキシキ上にカルボキシメチルモトが痴漢しているか、及び、セルロース骨格構造の鎖腸に依存する。食品科学の分野では、例えば、アイスクリームなどで増粘剤及び、乳化安定剤として使用される。CMC の E 番号は E466 である。CMC は、K。 ワイゼリー、歯磨き剤、下剤、ダイエット用錠剤、水小インク、海面活性剤、そして様々な紙製品などの非食品製品にも使用されている。CMC は粘度が高く、毒性を持たず、普通はアレルギー性がない。CMC は、また不揮発性の点眼液の潤滑剤としても使用される。類似の用途には、 メチルセルロースが使用される場合もあるが、非極性である。メチルモとはセルロースに、可用性や化学反応性を与えるものではない。リチウムイオン電池では、増粘剤、安定化剤、流動化剤として用いられる。ありがとうございます。